第12号です。本日も頑張ってまいりましょう。雨が本日降り続いております。明日も雨みたいですね。ハウスの中がじっとりです。はい、ということでコメント、ちょっと私がラビリンス突入しているんで、そっち系で、はい、ミツバチブンブさんと、あと TMT さんから土壌分析、まあ先日まで散々あの追肥のタイミング、追肥の量とか言ってたんで、はい、その関係でミツバチブンブさんから収量が上がってくるタイミングで、なるほど、土壌分析をおすすめしますと。結果がいつ出るかは分かりませんが、早くて1週間、今の時、まあ多分、まあ私 JA と心身出してますけど、提出者が多ければ多いほど、なんか半月とか結構かかりますね。早いと10日ぐらい、1週間10日。あとはこっちから常に催促してないと連絡してくるの忘れてたりとかですね。早くて1週間から10日かな。うん、前作の結果に施肥した値を加えたものと、できれば追肥した分を足した値から今の分析値を比較して、どの成分がどのぐらい使われているかが分かれば、少し追肥のタイミングが取りづらい石灰や苦土などをいつ施すかは分かりやすいと思いますと。農業って科学だなとふと思いました。それから TMT さんですね。火災の長期取りだと元肥で電気バランスを取ってもその後難しいっすよねと。三橋さんおっしゃってるように途中で土壌分析するのが良さそうですが、土壌分析って期間かかわらず即帰ってくるんでしょうか。期間かかわらず、今言った通りですね。遅いと多ければ半月ぐらい。分析期間とか容積法重量法とかも、そもそも分析値合ってんのかとか、いろいろラビリンスに突入しそうで、そろそろ農家のお医者さんの購入を検討していますと。こちらですね、結構まあ細かく検査ができるみたいですね。農家のお医者さん、土壌13項目、水耕栽培液、水耕培養液8項目、その他、可溶性、可吸体リン酸、硝酸体窒素、CEC 化、陽イオン、腐食とかもできる、検査ができるんですね。なるほどね、こういう検討を考えていると。まあ、今言ったように土壌分析どっか出すって時間かかるようであれば、自分で調べれば、ってところですね。それじゃないと信用できないっていうところまで来ていると、ラビリンスに。でですね、私が先ほどラビリンスに突入してるって言ったのはですね、この土壌分析、もう私からしてみればもう土壌自体が小宇宙ですんで、コスモですんで、もう何でしょう、前回も前々回も私土壌分析に出す土ですね、泥、あれは灌水チューブした5箇所ですね、ハウスの5箇所から取って、だから灌水チューブ下なんで、後から追肥したで、かつその周辺に根っこがあった、その根っこが吸った吸い殻ですよね、灌水チューブ下って。もちろん元肥成分がありますけど、基本的に水ガンガンに加えてれば流亡するものは流亡してるでしょうし、後から追肥したものなのかなと。窒素、リン酸、カリ、カルシウム、マグネシウム等ですね。硝酸体窒素とかもなんですよ。そこでラビリンスなんですよ。だから前回あの土壌分析出したところと全く同じ場所、を出せば、まあ、なんか違いが分かるのかなと思うんですけど、毎回取るところ灌水チューブしたと、そう灌水チューブしたと、そこから10センチ離れてるところだと全然数値が違うと。となってくるともうラビリンスですよ。だから比較して、あそうなんだ、じゃあこうしようってやっても、なんまあそれなりに返ってくればいいですけど、結果が見合った結果が出ればいいですけど、なんか出ない気がするんですよね。それは毎回泥を取ってるところ違うし、もちろんキュウリ個体によってもですね、根のこう動き方も違うでしょうし、どう張っていくかで。だからですね、なんだろう、
だからちゃんと防火なんか刺しといて、ここ取ったよっていうふうにしといて、まあ一回そこの土を取る。でそもそも灌水チューブしたはダメなんじゃないかって話になってるんですよ。だから5箇所って言いましたけど、灌水チューブ、まあ下を測るんであれば下と、まあ10センチぐらい掘った下と、そこから10センチ離れた下、そこを混ぜるとかですね。なんか基本的な土壌分析の泥の採取の仕方っていうだけ見て私はずっとやってましたけど、それってどうなんだろうな。で5箇所結局混ぜるんですけど、だから平均値になる。でもそんな曖昧のでいいのかっていうところがあってですね、そうラビリンスなんですよ。多分 EC メーターとか PH の、あの測定器とかでも、灌水チューブしたとちょっと離れたところ、さらに離れたところ、あの水分量がまず違いますからね。うん、そう株元チューブ下は水分量多いですけど、ちょっと離れたらやっぱ水分量変わってくるんで、 ECP とか PH 変わってくるんですよね。そんな状態、そんなグダグダな状態で5箇所取って平均値なんてやったって、何の参考になるのかなとか、まあ本当にあくまでも参考値っていうだけで、それによって なんか変えたら正しい方向に行くのかっていうのが、なんかそもそも疑問になってきました。うん、やらなきゃいいな、やらないよりはいいぐらいの。そうだから本当にトータルで、なんでしょうね。確かにそうだけど、難しいなと思ってます。うん、科学ですね、農業って。ミツバチ分布さんもおっしゃってましたけど。そうだから一箇所ぶって刺して、あなんだカルシウム減ってんじゃんっつって、バンちょっとカルシウム流してたら実はそうでもないとかですね。そうだ、部分的にだから5箇所だから5箇所っていうのは少ないのかもしれないですね。ほんと100箇所ぐらいから取ればより正確になっていくんですよね。ってことでいいですかね、そういう方向で。取る土の量も少なくしないといけないですね。あの分析で必要なのが何グラムとかありますもんね。うん、それより大量に持ってったって結局は。だから100箇所から取ってよーく攪拌して規定量を持っていくっていうような感じにすれば、いいのかなって気もしますけど、5箇所って少ない気がしますね。ベッドごとに、ベッドごと。難しい。ラビリンスに突入しそうですね。まあ、だからあえて何もしないみたいな。そう。だから TMT さんもこの農家のお医者さんでどうかラビリンスに突入しないことを祈ります。もうだから本当に水耕栽培とかだったら本当に、よくわかると思うんですけど、土耕はあんまりその土壌分析結果を云々で話しちゃうと、結局そう私が最近なんであんまりEC メーターとか使わなくなったかっていうと、もうなんか 木の方上の方を見て、あ押し付けてるから穴なんだとか、そういう判断、もう土の方見なくなっちゃったのはそういう理由からなんですよね。ここを土からって言っていくとどんどんラビリンスに突入しようで、だからなり疲れとかカルシウム欠損、もうそういう表に出てる部分で症状を見て、ああ何が足んないんだってっていうのが一番いいんじゃないかなっていうところはありますね。そして、音編動画でも言いましたけど、MT フェニックス、星毛、まあ MT フェニックス限らずなんですけど、星毛が流れか、枯れかが多いのは、私のあの、誘引、今日本編動画で言いますけど、誘引とか摘心とか適応、あれが一遍に、一ベッドの一周して、ぐらってやってたのが、あれが多分、
致命的だったのかなと今日確信というか思いました。やっぱ南側だけ全部やって、そうすると3日4日かかるんで、次今度北側やっていくっていうのはベッドの、そういう風な半分半分でやった方が木には負担が少なくて、多く流れ化とかも少なくなるのかなと。そう、そんな感じ。まあ本当でも土壌分析した方がいいと思うんですけどね。あくまでもなんか上の状態を優先させて、今の段階でだともう収穫始まるけど、で参考地に土壌分析で、土壌分析も5箇所じゃ少ない気がするなっていう、ところですね。まだなんか私のもうラビリンスに突入している発言なんで、もうどうしようもねえなと思われてらっしゃる方も多いと思うんですけど、もうそんな感じですね。それからジロジロさん、青果県熊本です。土壌分析の重要性を改めて教えてくれた会社です。重要ですね。全体的に本当に元肥とかを入れる場合とかには必要ですよね。それから彦一 S さん、カルシウムの助言ありがとう、感謝感謝。そういろいろありますね。私今回カルシウム特に入れてないんです、元肥に。だけどあれなんですよ、いぶきは確か昔聞いた話ですと、卵の殻って言ってたかな、殻をその、分解されてたものだからカルシウム、卵、洋卵ですね、洋卵鶏卵の殻が入ってたとっていう話だったかな、確か。あ、これ企業秘密かもしれない、でも聞かなかったことにしてくださいね。なのでカルシウムが結構 1% ぐらいあったのかな。そう、あとはククレカ、私ククレカとかだ、あと葉っぱがこうシュシュシュってなってくるんですよね。そういうのを見ながら、そう、まあ今まであんまり全体的にそれが出ちゃったってことないんですよね。カルシウム欠がポロポロ出てくるんで、やっぱ部分的になんですよね。やっぱりだからある程度定期的にカルシウム資材を入れていくような。それからミニトマオさん、メルカリで買わない理由はキュウリだからだと思いますよと。私がのキュウリをメルカリで買ってくれるかっていう話ですね。味の違いがないですし、道の駅の方が鮮度良いですし、メルカリ向きじゃないだけだと思います。ありがとうございます。いやもう何でしょう、私の言いたかったのは、シャタ農園ブランドキュウリっていうんで、鮮度云々じゃなくて、私が作ったってところに魅力を感じて買ってくれるかなっていう、忘れてください。どうせまだ検討中っていうか、まだ、出す計画は具体的には進めてませんので。それから、ゆたかちゃん、ざわざわ、ざわざわ、面白いです。ありがとうございます。そういうところを結構こう、ようさんが言ったことですけどね、ちょっとニヤッとしていただける方大歓迎ですね。ありがとうございます。カルシウムの追肥はこの量を入れてませんと。なるほど。結構使うけどってことですね。だって窒素量と同じぐらいですよね、確か。元肥にサンライム使ってますと。サンライムは初めて私聞きましたけど、あれですね、もうカキ殻のなんか何種類か出てますね。カキ殻のカルシウムと。ってことですね。流状とか、なんかいろいろ出てますね。そうなんですよ。私もずっとカキ殻かな、入れてたんですけど、土壌分析結果で、カリ、マグが多いってことで、今回入れなかったんですね。で、息吹にそこそこ入ってるっていうことで。こういったものが、有機質というか、じんわり溶けていくことで、ってことで補給されるので、特に入れてませんってことですよね、ゆたかちゃん。そう、元へしっかりカルシウム入ってればなんですよね。ただあれですよね、窒素カリ等は積極的に入れていくと。でその理由っていうのが、カルシウムは蒸散が正常に行われていれば、そう簡単に欠乏しないと日報の F さんはおっしゃっていましたと。なるほ
どういうことなんでしょうね、これ。カルシウムは蒸散が正常に行われていなければそう簡単に欠乏しない。まあ、しっかり元肥に入っていれば、蒸散が正常であればしっかり根っこは吸って足りますよってことですね。ただ窒素とかカリはそれ以上にやっぱり足してあげなきゃダメですよってことですね。やはり定期的に土壌分析で減り具合を見るしかないのかもしれませんねと。そうなんですよね。だから本当ある一点決めてここの分析をするっていうことで、そこの土だけなんかこうまた埋めて測って埋めてまた同じところを計測する、それこそ農家のお医者さんみたいので個人的に同じところを測って、根っことか来てたらこうあれですからね、まあ水で流れちゃうっていうのもありますけど、根っこ来てて吸われて減ってんだとしたら根っこぶっちぎっちゃいましたよね。それ切らないようにこうやったりとか、なんかでもそういうこと考えてるとなんかもうラビリンスですね。それから雪王さん、あ、おめでとうございます。電話来て27日、アクティトラックアタック、アタックって言うんでしたっけ。あ、そっか、そうですね。納車になりますと、令和元年式じゃ、あ、な、令和元年式になっちゃうかなと思ったけど、ギリギリ平成31年式ですねっていうことで、雪王さん的にはどっちが良かったんですか。やっぱ最後、平成ミレニアム車両の方が良かったんですね。元年。そうか。いいですね。平成最終車両。まあ確かに、いいですよね。よかったです、とりあえず、電話が来ましたということで無事に。それからバッテンさん、聖火券使ってますよと、よかったです。メリット、吉報、チャンスも聖火券らしいですね。ただし高いと、カルシウムとか PK とか20キロで7、8000ぐらいする。高いけどそれなりに効果があるっていうことですかね。自信があるっていうことですかね。資材代が上がった分だけ価格も上がるといいのに、本当そう思います。本当に本当ですよね。自動販売機ですら値上げしたのに肥料は値段が高いからよく聞くとかありませんからねで、肥料がよく効いたって確かに増量するかもしれないですけど、それで木が暴れちゃって管理が遅れちゃって病気が出ちゃって結局減収じゃ何の意味もないですからね。結局は腕次第なんですよね。あとは本当に気合い入れていかないといけないですね。ケツの穴ガーッて締めてグワッてやって本当ですよ。だからそういう、本当そういう意味ですと、なんかこう、勤怠資材とかなんだとか、とか、活力液とかよりも、農薬化成肥料、農薬化成肥料っていう方が分かりやすいんですよね。活力液とか勤怠資材とか、ってなりますからね。もう、本当に資材代が上がってんだから、値段も上がってくれって感じですね。要は量とタイミングですね。その辺も腕ですからね。結局そこ心なんですよね。いい資材だっつってバーンと多めにくれたってダメですからね。そこなんですよね。キュウリの値段も要は量とタイミングです。ほんとそうですよね。みんなが出してない時にバーンって出せればいいんですよね。そして田中農園さんですね。お疲れ様です。お疲れ様です。キッポ、青。あ、窒素、リン酸。ん？窒素が入ってないやつでしたっけ？あれ？キッポ、青。キッポもいろいろあって、あれですもんね。生育によって、キッポ。僕も使いたい。これ、暖流、キッポ。農協に置いてあって昔からあるやつですからね。やっぱ実績あるやつ。キッポ、青は、あ、窒素が、
あ、窒素入ってないやつですね。リン酸カリ。赤が入ってるやつか。あ、ごめんなさい。嘘です。窒素、入ってます。5。これがアンモニア体と硝酸体と3、2の割合で5。で、リン酸カリと。青ですね。それともう一つ、元声に暖流化促進。これ入れたんですね。キッポ PX。これ、あれですね、以前。これもバッテンさんが紹介 していただいたやつですよね、暖流化で。ローションみたいなやつですよね。物理性を上げる暖流化。キッポスーパー。そう、これも、そう、またこの話になってくるんですよね、暖流化。で、ゼオライトを、ちょっと話ずれますけど、ゼオライトを定期的に入れればいいんじゃないかとか言って、やっぱりあれって結構永久的に効果があるんで、ってところで、農家の店、心身に話したらですね、なんかある一定量までは、本当に保水力とか、保水力かな？特に問題視してたのが。保水性は上がるらしいんですよね。水はけが良くなる。ただ、ある一定量を超えた途端、水はけが悪くなるって言ってましたね。水持っちゃって本当に。だから、大量投入すると、水含んじゃって、逆に、ぐずぐずのままになっちゃうと。そういった失敗例を聞いているって聞きました。まあ、キッポの画像を見せながら話すことじゃないんですけど、ゼオライト。だから、本当に、それこそ、5年に一度とか、それかちょっと少なめでゼオライト入れていくとか。だから、ゼオライトじゃなくて、CEC を上げるのには、腐食を入れていった方が、まず安全だよっていうことでしたね。だから、AG 不眠とか。でも、TMT さん曰く、やっぱ、柵の割に減ってるんで、結局毎回入れなきゃいけないと。だったら、ゼオライト。で、今言ったようにゼオライトも入れすぎは水はけを悪くするっていう話。そういう意味でキッポはどうなんでしょうね。私キッポの情報、ちょっとキッポのこの暖流化促進、豊かちゃんちょっと名前違うけど同じようなの使ってましたもんね。入れすぎ注意なんですかね。やっぱでも違うかな、これは。はい、ちょっとそんな形でありがとうございます。それからミッチーさんですね。こんばんは。ロータリーは 2.3 メーターですね。それで2世を耕すと。オーバーサイズすぎると四隅を平らに仕上げるのがですよね。四隅は厳しいですね。お疲れ様でした。農家さんも忘れていたらしく、しかも電話で、あ、この小さいの俺の性格じゃ無理と来たもんですから、今年も平和ですと。きついですね。あれ100馬力オーバーでしたっけ。ロータリー幅が約3メーターで 0.2 ターンの麦畑を起こすと。麦でしたっけ、あれ。通路の追肥、私が教わった時には、に言われたのは、管理機で少し起こしてわざと根を壊すことが重要ということでした。確かにその後、受精は良くなり、収量も増えましたということですね。これ施設でトマトでしたっけ。ちょっと管理機でガリガリガリってやるのがいいってことですね。新しい根っこを生やすと。なかなか、あれいるのかな、ちょっと、キュウリハウスとかトマトハウスで、通路に巻いて、ちょっと、断根させて、その後の生育を促すっていうような。やってる人は私聞いたことないですけどね。なるほど。一応情報として。まあでも確かにその後、受精は良くなり、収量も増えたってことですからね。どうだろう、結構通路ってガッチカチに硬くなってるんですよね。
なるほど、ありがとうございます。それから豊かちゃん、 MT フェニックス枝を積み込むと一気になりそうですねと。今日のキュウリはでかかった、でかかったですね。これが一昨日か、うん、でかかった。今日のもでかかった、うん、長いし。そして MT フェニックス関わらず、ちょっとまあ話が重複しちゃうんで、ちょっと管理がきつすぎたのかなっていうのがありました。うん、ちょっとそれで様子見ます。あまり増えてこないですね、 MT フェニックス。うん、しこたま積んでますけど全然ダメです、流れが多い彼か。それから銀スポさん、うちのキュウリあまり、ね、根が張ってないんですよねと。そうなんですね。そうか、いや乾き気味に管理して根っこを張らせる狙いでいったんですけどね。チューブ、圧かかってから10分はかけすぎですかねっていうことですが、10分。豊かちゃん、お疲れ様です。お疲れ様です。1日何回ですか？今マルチの中の土を触ってみて濡れ具合で判断できると思いますよ。銀スポさん、お疲れ様です。お疲れ様です。今は朝1回ですと。あとは通路換水してますと。チューブ下と株元はべちょべちょですと。肩は乾いている感じですと。それから豊ちゃん、定食後何日でしょうかと。定食する前にベッドの芯まで濡らしてあれば全然乾く土ではない限り少量の乾水で平気だと思いますと。見ていないので難しいのですが、木が大きくないについて水の量は増やしていくもんだと思いますと。根には酸素が必要です。酸素は水の動きで土に運ばれるらしいので少量多乾水がいいようです。なるほど。また小さいのなら圧がかかって2分でいいでしょ、いいような気がします。足りなければ昼にもう一度2分でどうでしょう。水の出具合も土の水はけもキュウリの状態も何も分かりませんが、あくまでも想像です。参考までにお願いしますと。銀スポさん、定食17日目。うん、そうなんですよね。うね上げ前に平らの状態で水をやってうね上げしてから乾水はしてないですと。うん、あ、株元乾水してチューブ、うん、で上上げしてチューブしてマルチを入ってやって、で土質、土は水の抜けが良くないと。節間が短いですが7枚目まで来てますと。様子見ながら乾水時間と回数で調整してみます。アドバイスありがとうございますということで、定食時株元乾水はしてるんですよね。で今はチューブ乾水と。うん、どうなんでしょう、あの私が今ニガウリでやったような、まあでもそれじゃぐっちゃぐちゃになっちゃうんだよな。結局酸素、土中の酸素とかやっぱ硬くならないように水の量は控えてるんですもんね。うん、株元乾水一発定食した時にやってしっかり濡らしておけば、うん、ちなみに株元乾水って何回やりましたか。うん、まだチューブ乾水17日目ですよね。株元乾水オンリーでも良さそうなステージでもあるような気がするんですけど、それ私ですだけですかね。うん、そう、そんな気はします。それからミュージックさんですね。熊本の JA がトマト用のハウスを作りすぎて相場が大暴落したもので、キュウリへの転作を進めているという話を去年か聞きましたが、その影響が出てきたのかもしれませんということで、申し訳ないです、私情報がないんですけど、もしバッテンさん、それからミニトマオさん、転作キュウリへ情報があればですね、ちょっと情報欲しいなと。今こっちも安いのはやっぱみんな量出してますね。すごい量出てます。みんな切り切れなくて箱に詰め切れないみたいな状態。そんな中私はなんとか出してるんで、もっと切れてんだろうなみんなと思って。そう、まああとは全国的に出てるのかなと。まあ豊ちゃんとか間違いなく出てると思いますし、あとはその九州ですね、熊本でも、まあ、そもそも今キュウリ作ってるメインで熊本で作って、まあ、いらっしゃると思うんですけど、もちろん今言ったようなトマトから転作してキュウリにしてるよと今年からみたいな
この時期に、今の時期とかの情報があればですね、まあ、多分そうやってその添削とかそういうのがじわりじわりときて相場にも確実に影響が出てると思うんで、そうですよね。こっちもやっぱり過音期なしの無過音、まあ増えてそうな気がしますしね。やっぱ油使って12月定食ってやっぱ重油代とか経費を考えると本当に利益が、一番はだから無過音でやってバーンって切れるところまでやってっていうのが、まあ以前も話しましたけど、私丸屋根と角屋根で4月定食ぐらいでダーンって切れるところまでやって終わりみたいな、それが一番利益が出るし儲かるんじゃないかって話ですもんね。そうで、そういう形で添削とかあれば確かに、何せ安い、まあ、天候が良かったっていうのも大きいんですけど、バッテンさん、ミニトマオさん、もしあればですね、よろしくお願いいたします。あと TMT さんとかもご存知ですかね。それからヨウさん、インフルエンザですか、しんどいと、熱がある、 B 型かなと。 B 型、ちなみに僕 B 型ですが、何かということで、いや一緒ですね。それで高子さん、とうとう来た来た、インフルレ、マジで大丈夫でしょうか、明日は治ると良いね、 B ガタガタ、何か、おやすみなさい、おやすみなさい。B 型最近流行ってるんですか、またインフルエンザ、この時期やっぱり空気がちょっと乾燥してて、かつあれですかね、寒かったり暑かったりと体調は壊しがちですよね。ラジオでも言ってましたね、もう体がついていけないと、この寒暖差とか。また今日なんか雨降っちゃって、ほんと仕事やる気にならなかったですからね。はい、ということですね、今日も長くなっちゃいました。はい、久々で、はい、ということで、まあ、いろいろなんかちょっとラビリンス入っちゃう話ばっかりで申し訳なかったですね、今日は。はい、ということで頑張ってみましょう。最初はピッコピッコじゃんけんグー、じゃあまた。ここ脇開けてんの分かりますかね、これがこうマッチョスタイルピオ、スタイルマッチョ、足は細い、スタイルマッチョ。チョロ農園のチョロです。ピオの泥遊び第2弾、かなりの至近距離で撮れております。どうですか、可愛いですよね。はい、なんかあれやってる時に表情もですね、なんか普段のですね餌を探している表情とはちょっと違ってですね、ちょっとなんかのぼせた感じになってるんですよね。頑張れピオちゃん、ピオちゃん頑張れ、頑張れピオちゃん、ピオちゃん、おっおっおっ、飛ぶやつ産んだ、いいね、いいよ、いいね、これいいね、お尻綺麗だね。ピオさん、なんかいるのかい。ピオさん、こっちですよ。